光明です。グレートマンの野です。塾です。エビシです。よろしくお願いします。今回はまず最初は小石神社、でここはですね、本殿の後ろにすごい大きい石が、巨石があるんですが、989年に48メートルの石が突然現れたというところで、UFO の着陸拠点ではないかと思われると。かなりの大きさの石ですよね。宇宙的なあれだよね。宇宙的ですよね。1日でこれが現れるっていうのもちょっとなかなか不思議な現象だと思うんですけど、ここにですね、向かう前に変わったことがあったんですけど、無線機を1台ずつ置いてるんですよね、私たちいつも。でその無線機がザッ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 ってなんか急に入り出したと、でなんか電波悪くて来なかったのかなと思って、どうしましたっていうのを連絡をしたんですけど、熊野本宮大社に錫杖を忘れたことに気づいたと。錫杖を忘れたことって過去にも何回かあるんですけど、忘れた時って何かある時なんですよ絶対。そんな忘れてんだみたいな話になったんですけど、トンネル入った時に目的地をセットしました、急に喋り出したんですよ。到着時間3時33分ですって言われたんですよ。あれ 333? これやばいなと思って、目的地がどこ指してるのかなっていうのをちょっと確認したんですよ。835キロでちょっと増えてるんですけど、また三方向神だと思って、この神社行ったとこじゃんみたいな話になって、鳥海山登った後に大きい鳥居があるっていうとこがあって、三方向神社かって言って出たじゃないですか。大人も何もしないで、ナビゲーションが勝手に引っ張らさって、なおかつ錫杖を忘れてるってことは、これは大人をしに行けと、いうことだなと、一番最初に行ったこの三方向神社は一番最後にちょっと行くような話になったと。でその後にですね、ホームセンターかどっか入ったんですよ。コメさんってトイレで通信受けることってあるんですよ。その時にはっきり薄様明様が出てきて、9月16日に南海トラフ地震が起こり、マグニチュード8の規模のものが起きる、でその時に薄様明王がなんかそうやって言ってたっていうところで、三方向神の真言っていうのが、恩剣馬や剣馬や、そうか剣馬やってこれ地震波って書いてるんですけど、と今回その地震の通信がポンって入ってきて、で三方向神社になぜかこういっぱい回ることになってて、目的地は勝手にセットされて、雰囲気的に普通じゃないなと身にもって感じたじゃないですか。ということで緊急で9月16日にもしかしたらそういうのが起きる可能性があるということで流させていただいたと。ちょっと緊張感が出るような感じに実はなったのをよく覚えていますと。まあいろいろあった後にこの小石神社に行って、そういうまあ巨石があるところに行きましたと。でその後に真田庵っていう蕎麦屋があると、そこの近くに善明松陰っていうところがあったんですけど、真田幸村の兄の正幸が建てたお寺、そこの中をいたメンバーでちょっといろいろ見て回ったんですけど、3つの顔を持って手が6本ある像が置かれていたと。三方向神の特徴と合致して、これは三方向神じゃないかと。写真だけは実はちょっといただいてもらって、ここはですね、結構まあ意外や意外だ、意外でちょっと行ったところというところです。でこの次に行った光三方向神社、三方向神のつながりが分かった後にちょっと調べたところ、この神社がヒットして近くにあったので、ここにちょっと寄ったんですけど、ここにですね一つ気になる絵があったんですよ。三方向神ってその、顔が3つあって手が複数あってなんですけど、これって白いじゃないですか、これ梵天じゃないかっていう話になったんですよ。もしかしたら同一なのかみたいな、ちょっとっていう話も実はあったんですけど、白い梵天のような存在だったと。ここはそういった情報がちょっとありました、でその次は、西郡神社で、ここにはですね、ほむすびの神が祀られてるんですけど、ほむすびの神イコール、三方向神様ということで、火の神として祀られてるんですが、その三方向神に関わるところがまたここにも出てきたというところで、
で中をわざわざ開けてくれて、はい、うちも荒神さんいらっしゃいますよって言われて、それがその小結びの神っていうのが荒神様っていうのがそこで知ったんですよね確か。はい、本当はここってお祭りの時しか開けないんですっていう、はいはいはい、わざわざ入れてくれましたね、はい、近くにいらっしゃる方はぜひ西郡神社までちょっと見に行っていただければいいかなと。はい、じゃあということで、今回西郡神社までということなんですが、次回はですねまた山なんですけど、四人禁制になっていた、三輪山なんですが、ここ結構重要なポイントとなりますので、ぜひ次以降ご期待ください。全国的に見てもトップクラスの神聖な山と千住大社がどんどん重くなってきたんですよ。いや